センサーをコンベアに接続し、センサーのシグナルをロボットに接続する方法を説明します。新規のプロジェクトを準備します。センサーとコンベアの接続について説明します。コンポーネントを配置し、接続します。E カタログのタイプ別モデルの下にあるフィーダーズを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックし、ベーシックフィーダーを 3D ワールドに配置し、 幅を200ミリメートルに変更します。次にフィーダーにコンベアを接続します。e カタログからタイプ別モデルの下にあるコンベアーズを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックし、コンベアを 3d ワールドに配置します。次にフィーダーを選択し、マニピュレーショングループの pnp を選択した状態でコンベアをフィーダーに近づけていきます。 表示されている三角形が黄緑色になると、接続が完了したことを表しています。次に、センサーを追加し、コンベアのパスに接続します。入り方ログのタイプ別モデルの下にあるコンベアユーティリティーズをクリックし、コンベアセンサーを 3D ワールドに配置します。一部を除いた外部センサーコンポーネントは、 別のコンポーネントのパスに接続できるインターフェースが設定されています。センサーを選択し、PNP を選択した状態で、センサーをコンベアに近づけていきます。三角形が黄緑色になり、接続されたことを確認します。センサーをコンベア内にあるパスに接続することができ、矢印が青色になっています。このセンサーは、コンベアの内部センサーではなく、 パスに接続すする外部センサーです接続されたパス上でセンサーをドラッグするとセンサーを別の位置に移動させることもできます。コンポーネントにどのような動作設定がされているかを確認するためにモデリングタブをクリックします。センサーを選択するとコンポーネントグラフのビヘイビアにパスインターフェースという名称の1対1接続があります。1つのセンサーと 一つのコンベアを接続するため、1対1接続を使用しています。パスインターフェースのプロパティを確認します。セクション、プロセッサーフィールドを順に展開します。センサーの動作と連動する設定であるセンサーがコンポーネントパスセンサーと設定されていることを確認します。ペアレントのチェックボックスにはチェックがついていません。 センサーはコンベアのココンポーネントとしてアタッチされています。次にコンベアの動作設定を確認するためにコンベアを選択します。コンポーネントグラフのビヘイビアにセンサーインターフェースという名称の一体多接続があります。一体多接続は複数のコンポーネントと接続することができます。センサーインターフェースのプロパティを確認します。セクション プロセッサーフィールドを順に展開します。パスと連携するよう設定されています。テアレントのチェックボックスにはチェックが付いています。これにより、複数のセンサーをパスに接続することができます。1対多接続の機能を確認するために、コンベアにもう一つセンサーを接続するため、ホームタブに戻り、e カタログからもう一つコンベアセンサーを配置します。 PNP を使用し、センサーを接続して、パスに2つの外部センサーが接続されている状態にします。次にロボットを配置し、センサーのシグナルと接続します。ホームタブに戻り、ロボットを追加します。E カタログのタイプ別モデルの下にあるロボッツを展開します。ビジュアルコンポーネンツをクリックし、ジェネリックアーティキュラテッドロボットを 3D ワールドに配置します。 ロボットとセンサーのシグナルエディターには入力と出力が表示され2つのセンサーにそれぞれバッチレディーシグナルリセットカウンターシグナルセンサーブーリアンシグナルタイムラグシグナルが表示されていることを確認しますセンサーがコンポーネントを検知したとき ロボットがシグナルを受信するためにセンサーブーリアンシグナル横の丸にマウスのカーソルを合わせ左ボタンをクリックしドラッグしたままロボットの入力までカーソルを移動させ緑色のチェックマークが表示されるとシグナルと入力を接続できるためマウスの左ボタンを離しドロップします。 シグナルがロボットの入力と接続されましたロボットのシグナル1から64は端や解放などの事前定義されたアクションを実行するために接続済みのため新しいシグナルを接続するときは65以降のシグナルを使用します入力の例をダブルクリックし65と入力し Enter ーキーを押しますもう一つのセンサーのセンサーブーリアンシグナルに対しても ロボットの入力と接続し、ドラッグアンドドロップで接続し、シグナルを66に変更します。これで、2つのセンサーのシグナルとロボットのシグナル65と66の接続が完了しました。センサーの動作確認を行うための設定をします。もう一度、接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを非表示にします。 プログラムタブをクリックし、ロボットを選択します。メインプログラムに、バイナリ入力待機ステートメントを追加します。入力ポートを65に変更し、トゥルー値を受け取るまで待機するため、入力値のチェックボックスにチェックを付けます。一つ目のセンサーがコンポーネントを検知すると、センサーからトゥルー値が送信され、ロボットが受信するまで待機しています。 トリガー待機にはチェックをつけませんロボットを移動させその位置を拡軸保管ステートメントで指定しますシミュレーションをリセットしロボットを初期位置に戻しシミュレーションを再生します 一つ目のセンサーがコンポーネントを検知し、ロボットがクルーチを受信し、P1 の位置に移動しました。シミュレーションをリセットします。二つ目のセンサーがコンポーネントを検知すると、ロボットを別の位置に移動するために、P1 の後にバイナリ入力待機ステートメントを追加し、 入力ポートを66に変更し、入力値のチェックボックスにチェックを付けます。トリガー待機にはチェックを付けません。二つ目のセンサがコンポーネントを検知すると、ロボットを別の位置に移動させるため、ロボットを移動させ、角軸保管ステートメントを追加します。 シミュレーションをリセットしロボットを初期位置に戻しシミュレーションを再生すると1つ目のセンサでコンポーネントを検知し P1 の位置に移動します2つ目のセンサでコンポーネントを検知し P2 の位置に移動しましたシミュレーションをリセットしますセンサーやコンベアの設定を変更する場合1つ目のセンサーを選択しホームタブに戻ります センサーのコンポーネントプロパティのリアクト音を設定することでセンサーがコンポーネントを検知するタイミングを変更することができますデフォルトのリーディングエッジはコンポーネントの最初のエッジがセンサーに到達したことを検知しオリジンに変更するとコンポーネントの原点がセンサーに到達したことを検知しますオンセンサーアクションをストップパートや ストップコンベヤーに変更することでセンサーがコンポーネントを検知したときコンポーネントまたはコンベヤーを停止させることができますオンセンサーアクションをストップパートに変更しシミュレーションを再生します1つ目のセンサーでコンポーネントを検知すると停止した後次のコンポーネントが生成され並んでいきますこののままの状態では 2つ目のセンサーまでコンポーネントを流すことができません。コンポーネントを再びスタートさせるためには、センサーにどういった設定がされているか確認してください。動作確認はこれで終了します。センサーをコンベアに接続し、センサーのシグナルをロボットに接続する方法の説明については以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。